宇宙の始まりと終わりに関する話はいつの時代も私たちの好奇心をかきたててきました。多くの人々に受け入れられているのは、ビッグバンという巨大な爆発によって宇宙が始まったという考え方ですが、それだけが物語ではありません。宇宙が膨張し、星々が生まれ、やがて収縮して全てが一点に戻る。この壮大なサイクルが永遠に繰り返される世界。これがサイクリック宇宙論、つまり周期的宇宙の理論です。この理論では、ビッグバンがただ一度の出来事ではなく、宇宙の時間の流れの中で繰り返されるサイクルの一部と考えられています。宇宙の神秘を考えるとき、私たちはビッグバンを思い出します。すべては非常に密集した状態から始まり、突然、爆発的に拡大を始めました。星々、銀河、そしてすべての宇宙の構造がこの拡大の中で形成されていきました。しかし、サイクリック宇宙論では、ここで話は終わりません。この理論によると、宇宙の膨張は永遠に続くわけではありません。ある時点で、この膨張は止まり、宇宙は逆の動き、つまり収縮を始めるとされています。この収縮が進むと、宇宙は再び非常に小さく、密集した状態に戻ります。この瞬間をビッグクランチと呼びます。しかし、この終点は新たな始まりの合図でもあります。ビッグクランチの後、再びビッグバンが起きて、新たな宇宙が誕生するというのです。この無限のループ、つまり、宇宙が拡大と収縮を繰り返すサイクルは、宇宙の歴史における一種のリセットボタンとも言えます。それは、時間の考え方を根本から変え、私たちが宇宙を理解する方法に革命をもたらす可能性があります。毎回のビッグバンで新たな宇宙が生まれ、異なる物理法則や構造が現れるかもしれません。これは、宇宙が一つではなく、無数に存在する可能性があるという考え方を支持します。サイクリック宇宙論や周期的宇宙の考え方は単なる想像上の話ではありません。実際にこの理論を支持するいくつかの科学的根拠が存在します。宇宙の背景放射は宇宙全体に満ちる微弱な放射エネルギーで、ビッグバンの名残とされています。この背景放射は宇宙が一度は非常に熱く、密度が高い状態から始まったことを示しています。宇宙の膨張は、遠くの銀河が私たちから離れる速度を見ることで確認できます。この膨張がいつか停止し、逆転して収縮を始めるというサイクリック宇宙論の考え方は、宇宙が一定の密度に達した時に重力が膨張を克服し、収縮を引き起こす可能性があることを示唆しています。量子力学と相対性理論の統合も、この理論の重要な支柱です。相対性理論は、重力が宇宙の構造と動きにどのように影響を与えるかを説明します。一方、量子力学は、非常に小さなスケールでの物質の振る舞いを理解するのに不可欠です。これら2つの理論を組み合わせることで、ビッグバンとビッグクランチの間の宇宙の動きを説明するモデルを構築することができます。しかし、この理論にはまだ解決すべき多くの問題があります。例えば、宇宙の収縮が実際にビッグバンを再起動するのに十分な条件をどのように満たすのか、また、サイクルごとに宇宙の物理法則が一貫しているのかどうかなどです。これらの疑問に答えるためには、さらなる研究と観測が必要です。サイクリック宇宙論。つまり宇宙が無限のサイクルを繰り返すという考えが真実だとしたら、これは私たちの宇宙に対する理解だけでなく、私たち自身の存在についても深く考えさせられることでしょう。この理論が示唆する宇宙の性質は、時間とは何か、そして私たちの役割は何なのかという根本的な問いに新たな光を投げかけます。まず、サイクリック宇宙論が意味するのは、宇宙に始まりも終わりもないということです。これは、私たちが普通に考える時間の流れとは全く異なる考え方です。時間が循環するというこの理解は、私たちが生きている現実がただの一瞬に過ぎないということを意味します。そして、各サイクルが終わるたびに新たな宇宙が誕生し、無限の可能性が広がっています。これはまた、私たちが見ている宇宙、触れることができる物質、そして私たち自身も、過去に何度も生まれ変わってきた可能性があるということを示唆しています。各サイクルで宇宙は新しい物理法則や構造、生命の形態を生み出すかもしれません。このように考えると、私たちの存在や宇宙における役割についての見方が変わるかもしれません。この理論はまた、私たちが時間をどのように理解するかにも影響を及ぼします。時間が直線的に進むのではなく、循環しているとすれば、未来や過去という考え方も異なる意味を持ち始めます。過去の出来事や未来の可能性は、サイクルの中で何度も繰り返されるのかもしれません。これは、時間に対する私たちの直感的な理解を根底から覆す考え方です。さらに、宇宙が無限のサイクルを繰り返すという考えは、私たちの個人的な存在と宇宙の広大な歴史とを結びつけます。私たち一人一人の人生や選択が、宇宙の永遠の物語の中で独特の役割を果たしているかもしれないのです。この視点からは、人生の意味や目的についても、より大きな文脈で考えることができます。サイクリック宇宙論は、宇宙の理解において重要な枠組みをもたらしていますが、現代科学はこの理論の検証と発展に向けて、絶えず努力を続けています。観測技術の進歩と理論物理学の進化により、私たちは宇宙の謎を解き明かすための新たな手がかりを手に入れています。まず、現代の科学者たちは、宇宙の膨張の速度、遠方の銀河の動き、宇宙背景放射の詳細な分析など、様々な方法で宇宙を観測しています。これらの観測は、宇宙の構造や動きに関する私たちの理解を深め、サイクリック宇宙論が提案する宇宙の振る舞いに関する仮説を検証するのに役立ちます。例えば、非常に高性能な望遠鏡を使用して宇宙の最も遠い領域を探ることで、宇宙の初期状態に関する手がかりを見つけることができます。一方で、理論物理学の進展は、宇宙の振る舞いを数学的に記述し、サイクリック宇宙論のような理論をさらに発展させるための重要な基盤を築いています。特に、量子重力理論のような新しい理論は、ビッグバンやビッグクランチの前後の宇宙の状態を理解するための、新しい視点を提供するかもしれません。これらの理論は、宇宙の最も基本的な法則に迫ることを目指しており、サイクリック宇宙論の仮説に新たな光を当てる可能性があります。それでは、また次の動画でお会いしましょう。